してなかったもんですから4人なんですけど、これはこれでなんか緊迫したアンサンブルがあるかなと思って、そして美穂さんの左手が強いんですけど、左手で腕相撲をすると勝ったことがないっていうか、しばらくやってませんけど、絶対勝てないのでやりませんけど。ピアニストってね、なんか霊層違うな、霊場なんだ、深層の霊場、そう、深い窓の霊場って感じがするじゃないですか。なんかすごい筋肉なんですよ、実際問題。ダンサーもそうですけどね、ダンサーもこの目のっぽいかなと思ってると、実際の状況を話してると結構ドライっていうか、肉体労働ですからね。だからいろいろその見た目とは違うものがあって、それがまたいいんだなと思っております。やっぱりたくましくないと生きていけないもんね。というわけで、私の作りました秋田県の北の方に流れる川なんですが、米代川、米の人辺に対の川っていうのがあります。で、展覧会を中野ゼロの地下でやった時に、画伯でよくこの写真を撮りに来たら絵を描いてくれる方なんですが、77になったかな、佐藤博之さんという方が描いてくれたその米代川の風景に曲が浮かんで、ちょっとたまたま、すごく小さい地図でましたけど、マキロンという人が非常にコンパクトなベリーダンサーがいたんですが、これってこの絵に合うんじゃないとか言われて、あ、そういうのこの絵から感じてるのかなと思って、ちょっと作ったり料理やりながら仕上げてきた曲です。昨日ちょっと練習してたら、なんかこれ結構もしかして、世界的名曲になるかもしれないとか勝手に自分のこと思ったりして、まあもう一人歩きしてますからね、子供みたいなもんですから、それが育っていって、また誰か他の人が育ててくれたらなと思います。アレンジは美穂さんでございます、あるいはみんなでございます。それでは米代川望郷の歌をお送りしましょう。
ました。波からあーす、何それ。達夫さん